どうも、始まりましたゆりやりくんワールド。ゆりやとくーでゆりやりくです。ご覧の通り美女とこちらのコンビです。だーい。はい、というわけで始まりました。さあ、本日の企画はですね、勝手にギネス記録更新。はい、というわけでくーちゃん、今日はですねボールを使いますね。ボールを使うね、動物の記録っていうのは結構ありまして、まず1つ目、一回も落とさずに連続でボールを何個キャッチできるかっていうのがまず1つね。くーちゃん前見てて、で続いて1分間に何個ボールをキャッチできるか、それから10個ボールをキャッチするのが何秒でいけるかどうか、このね3種類がございましたね。いずれもこれワンちゃんの記録ですかね。今のところ私たちが調べた感じでの記録は連続キャッチが27回、これ結構すごいね。で続いては1分間に何個キャッチできるか、これが14回。これは結構いけそうな気もするしね。これがちょっと最新の記録かっていうのがちょっとわからないんで、もし間違ってたらすみません。それから10個キャッチするのに何秒かかるか、これすごいです。14秒76、これすごいね。くーちゃん聞いてる話、ね、はい、で今日この3つ挑戦したいと思います。大丈夫ね、くーちゃんね、ねえ、いけそう？本当に？ねえ、自信なさそうに。いける？ねえ、くーちゃん、いけますか？あ、そうですか。頑張ってください。ちょっと自信なさそうですけどもね。この3つ、いってみたいと思います。それではまずは、連続キャッチ、やってみたいと思います。ねえ、1回でも落としたら失敗ですから、ねえ、27個。私とてはいけそうな気がするんでね。それでは27個1回も落とさずにいってみましょう。よーい、スタート。キャブちゃん持つんだよこれね。いくよ、はい、1、持って。はい、というわけで続いていってみましょう。それでは、やって、早速、ちょっと、いいの、一回の失敗ぐらい、ここがないから大丈夫だ。はい、自信持って。はい、それでは、ピューッときたら、持ちます。持ちます。そうです。ピューッときたら、はい、持ちます。ただね、片手よりも両手使った方がいい。え？ちょちょちょ。そうそうそう。私にかかってるような気がしてきた。あそこにいかにはめるかっていう。はい、そう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 、はい。やばいな、これやばいな。持つ持つ、そんなことある。それでは行ってみたいと思います。27個1回も落とさずにいけたら、ギネス記録更新。よー、スタート。いくよ、1個目、はい、そう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 、はい、2個目、いくよ、ふりゃ、はい、オーケーオーケーオーケー、まだまだまだ、はい、いくよ、3個、はい、そう、はい、よ、4個、3つでした。はい、すいません、本当に舐めてました。もうちょっといけるかなと思ったんですけど、意外と難しいですこれ。すごいですこの27という記録が。ちょっと先見えませんか。ちょっと初めてということで、泣きながら、はい、ということでいいですか皆さん。ね、はい。頑張っていきましょう、くーちゃん。いきます。集中して集中して、これ相手のボールで、ね、はい、いきます。それではいきましょう。1つ目、グッ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 グ
もうこれさ、あとがないから。いくよ。か。いきます。1。OK。2。OK。いくよ。はい。よし。4。完敗ですね。27、これいける気がしない。やっぱすごいよこれ。ちょっと舐めてたね、すいませんでした。本当にこういった素晴らしい記録を何を更新しろなんてね、すいません、本当に申し訳なかったです。恐れ入りました。では続きましては1分間に何個ボールがキャッチできるかっていうのをちょっと自信がなくなってまいりましたけども、14個オープニングなんて言ってたか覚えてます？私14個ちょっと記録低いんじゃないかみたいな、そんなわけないみたいな、なんかそんな雰囲気のような言っちゃってた気がするんですけど、1分間に何個キャッチできるか、これが14回。これは結構いけそうな気もするしね。これがちょっと最新の記録かっていうのがちょっとわからないんで、もし間違ってたらすみません。すみません、そんなことないです。結構これ14回、すごいと思います。ねえ。ちょっととりあえずやってみましょうか。ね。1分間14個。14個目指して、頑張ります。すみません。ここなしか気づいてる方いらっしゃるかわかりませんが、ちょっと距離が近くなりました。すみません。そこは多めに見てください。それでは、1分間、はい、もうこれはすいません、もう本当にやり直したからってできるもんじゃないっていうのも1回目で分かりましたんで、これはもう本当に1回勝負でいきます。ここはもう本当にね、それではいきましょう。よーい、スタート。よ、1 2 3、持つんだよ、グー。3。記録は1分間3個でした。すいません、本当に簡単じゃねえかって、本当これこそね正直思ってました。全然ダメですね。じゃあ違ってますけど、はい、これはもう参りました。さて続いてが最後です。10個ボールをキャッチするのに何秒かかるか。ちなみに記録は 14.76 です。すごすぎますね。もうすごすぎます。ちょっともう次元がすごすぎて、ちょっと想像もできませんが。ちょっとりあえずやってみましょう。ね。本当は15秒過ぎた段階でもダメなんですけど、とりあえず今の私とくーちゃんの記録が分かるためにも、10個きっちりやるまでやらせていただきます。それでは再び、ちょっとすいません、まだ距離が縮まったかもしれませんが、あんまり気にしないでください。そこはね、近づいたからってできるとかそういうことじゃないんで、はい、もうそれぐらい難しいってことが分かりました。やりましょう。それでは、10個キャッチまで何秒かかるか。よーい、スタート。よ、はい、グッ、1、よし、くーちゃん、こっち、こっち、はい、2、そう、くじゃん、さあ、違うの、違うの、それ、そのモードに入
違う、こっちの手も使おう。はい、よ、五、そう。はい、六、そう。はい、七、そう。はい、七、はい、こっちだ、いくよ、はい、こっち、八、いくよ、くじゃ、八、くじゃ、八、そう、はい、八、そう、八、こっち見てた方がいい、こっち、すみません、すみません、こっちです、くじゃ、九個目、いくよ、九、はい、そうです、はい、最後、十です、お願いします、はい、十、はい、ストップ。記録はミレリク10個ボールキャッチ1分16秒27です。でもちょっと若干のちょっとズルしたっていうね感じはあります。自分でも自覚してます。ズルしたとて、これ何倍ぐらいですか、約15秒でしょ、だから 4倍5倍ぐらい、これの5分の1でやんなきゃいけないんです本来は。いやすごいです、やっぱすごいですね、世界記録っつうのは。やっぱ世界の壁は高いです、やっぱくんちゃんね。参りました。はい、というわけで本日の世界記録更新は全部ダメでしたね。しかもあのダメっていうか惜しいとかも一切なんかかすりもしてないから、ちょっとね、ほんとすみません、何度も言いますけど慣れてました、ほんとすみません。またね、まあこういう流れでいくとまたぜひなんかこう一生懸命やってもう一回チャレンジしますみたいなことを言いたいところなんですけど、ちょっとあまりにもすごすぎてちょっと別の企画に行くか、これをもう一回挑戦するかはちょっとこの後しっかりとくーちゃんとも打ち合わせして決めたいと思いますので、はい、ご期待ください。というわけで占い行ってみましょう。はい、お願いします。はい、これ2つ出ました。またもう2つが当たり前になってきましたね。出ました。今週はスタコさんとおうちの子皆さんです。今週いいことありますよ。はい、というわけでゆりやりくまるのまたお会いいたしましょう。くじゃん、またね。